阿部先生、阿部先生、はい、オール4で横浜翠嵐高校は合格しますか？うんうん、あー、オール4ですね。ちなみに、昨年合格してる生徒はいますね。点数でいうと5科目の点数450点ぐらい、特色に関して60点程度で合格している生徒がいます。面接の点数はそれほど変わらないので、そこまで面接の対策は必要ないかなと思いますので、まずとにかく点数取らなきゃいけないというところですね。頑張っていってください。何かわからないことがある人は、コメント欄に残してください。待ってますね。